この問題はことし3月、岐阜県の笠松競馬の現役の24歳の男性騎手が、他の競馬場の競馬予想をしていた元騎手が SN、SNS 上で行った検証に応募し、現金10万円を受け取っていたものです。この問題を受け、岐阜県地方競馬組合は、 競馬の構成を害する者から金品などの贈与を受けてはならないとする組合の規約に違反するとしてこの現役機種を15日間の機乗停止処分にしましたまた機種への指導監督が不十分だったとして機種が所属する9社の47歳の男性調教師を開国と賞金2日間の交付停止の処分また 速やかに管理者に報告しなかったとして管理者代行を開国処分しました組合は一連の不祥事に対し意識改革の徹底と再発防止策の徹底を図るとしています